海外ではピザにパイナップルを乗せることに対してバチクッソ嫌悪感を抱く奴らがいます。今回はピザにパイナップルを乗せることがどれくらい罪深く残酷なことなのか、このゲームを通じて教えてあげます。陽気な人たちが音楽に合わせて踊っていますね。ここだけを見る感じなんてことなさそうですね。スチームのレビューで一抹の不安があったんですが、今はなくなりました。また湧いてくるかもしれないけど、どこに行っても皆踊っていますね。でもそれに対して何かアクションを起こせるわけでもなく、自動的に起こるわけでもない。なんなんだこのゲームは。畑がありました。収穫できたりするのかな。いや、できないみたい。仮にできたとして何がしたいかわからんし。なあなあ、教えてくれよ。このゲームは本当に何なのさ。今のところ牧場物語から牧場を取り上げたみたいな内容なんだが。山がありました。あ、これ煙が出てるから火山か。これを噴火させれば島民が踊りをやめるんじゃなかろうか。私天才か。これ落ちて大丈夫なのかな。親指立てながら沈みたくないよ。ほう。いや大丈夫なんかおい。これだと実質ターミネーターよりも強いってことになるが。いや冷静に考えてそれはないわ。さっきのは忘れて。あ、これなんだかやばそう。やばいかな。いややべえなこれ。いややべえなこれ。ただただ大変だ。皆逃げてくれ。火山が噴火したんだ。誰のせいか知らんが。おい、聞いてんのか。行かれないさ。早く逃げねえと死の舞踏会を開くことになるぞ。君が最初に気づいてダンスをやめてくれたね。間違いなく有能だよ。そのまま皆に呼びかけて逃げるんだ。ってどこ行くねん。はあ、なるほど。人ではしごを作る作戦ですか。賢いと思います。でもこれ最後の人はどうするのだろうか。ごめんなさい、すごく申し訳ない気持ちでいっぱいです。こんなこんなはずじゃないのに。何を見せられているんだ私は。地獄か、ここが地獄なのか。あれ共感状態なのにいつまで踊っているんだよ。うわぁ、なんていうゲームだこれ。ゲーム開始前の私をぶん殴ってやりたい気分だわ。これ上から見るとパイナップルオンピザに見える。いや待て待て待て、なんでこの狂ったゲームは人を殺めることとパイナップルオンピザはイコールにはならんやろ。だかと違うぞほんまに。まあいっか、切り替えて次やっていきましょう。さっき気がついたんですけど、海岸に船があったんですよね。これを使って脱出とかできないかな。考えるよりも先に噴火させてみるか。これ主人公は溶岩に落ちても平気だけど、他の人々は無事ではないってところが、君が大丈夫でも他人も大丈夫だとは限らないっていう作者からのメッセージを感じるね。みんな逃げろ。なんか知らんけど噴火した。このアングルからだと人間はしごの全容が見えますね。頑張れ頑張れ。いや、溶岩すぐそこまで迫ってるやん。どんだけ危機管理能力ないんだよ。どいつもこいつも狂ってやがる。お、やっと脱出する気になったか。いいねいいね、海岸沿いにいた人たちは助かったわけだ。残された奴らこの状況でも踊り続けてそうだな。なんなら死してもなお踊り続けてそう。おや、なんか岩が飛んでませんか。こっち来てね。大変だ、もう助からないぞ。この島がピザに見える。演出考えた制作者天才だろ。もう私の中でこのゲームが今年で一番だわ。それではご視聴ありがとうございました。